僕だって好きで戦争をやっているわけじゃないのに。でも大切なものを守るためには力も必要なんだ。思いだけでも力だけでもダメなんだ。すごい武装のガンダムだな、キラ君。ファンネルもあるのか。スーパードラグーンですね。最後の戦いには必要になる武器です。あなたの考え方は極端すぎるんです。人はこうやって手も取り合えるのに。それはちょっと違うな。地上であいつを貪る者の存在を許すわけにはいかない。無意味な戦いは終わらせて帰りましょう、天田少尉。ああ、そうだな。俺にだって守りたい世界がある。宇崎さん、帰還してください。ニーティアユニットのないその機体じゃ。今は戻れない。僕にはまだやり残していることが。この感覚、悲しみと苦しみが入り混じって空にバーッと広がっていくんだ。広げちゃいけないんだ、そんなところまで。宇宙はもっと静かでいいんだ。コックピットへの直撃は避けてください。戦闘さえ止められれば。愚劣なことを言う。何が正しいのか分かっているのに黙っているのはいけないことなんだ。正しい戦争なんてない。でも正しさが人を救うとは限らない。それでも勝手な大人が始めた戦いを早いとこ終わらせないとな。そうだね、終わらせなきゃ始まらない、始められない。キラ、俺たちでここを切り抜けるぞ。アスラ、それにあれはジャスティス。自爆したはずだけど修理したのか。キラ、俺たちは今度こそ答えを見つけることができるだろうか。大丈夫だよアスラ、僕たち道は間違えてないはずだから。キラヤマト、生きていたのか。あの機体はまさか。今さらなぜあなたが。戦うさ、今の俺には守る力があるんだ。そう、お互いその力を持っているんだ、シン。なぜ今さら協力を。何が狙いだ。僕は明日が欲しいんだ。どんなに苦しくても変わらない世界が嫌なんだ。よう、元気か、あの時の少年。あの時より少しは強くなれたと思います。だから見ててください。お前もこの世界を変えたいと願うならやるべきことは分かるはずだ。うん、行こう。フリーダムで未来を切り開くんだ。争いを止めるために戦う。僕たちはもう道を間違えることはできないから。その先に対話がある。俺は道を作るだけだ。